さあ、僕たちのファーストシングル、はい、カムアゲインの MV 今から見ます。イエーイ、めっちゃ楽しみ。ティザーしか見てないから。いやーもうリアル初、リアル初しか見てなくて、本当に初です今。リアル初、いやー楽しみですね。やばいね。やりますよ。これがスタート、これがこれがスタートみたいな。じゃあノア君、じゃあ俺押すだけで、どう始まるってことですか。どう始まるかも分かんないけどね。まあまあまあ変わってるかも。え、いいですか。え、もう行くんですか。行こう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 行っちゃう。行くの本当に。行かせて。行く行く全然行くよ。せーの。おお、なるほど。はいはいはい、かっこよ。あ、すごいすごい。レッツ。僕らが。あ、しまった。え、めっちゃイケメン。みんな懐かしく感じる、ね、あ、いいね。え、めっちゃイケメン、みんなすごい。チーズ、やばいやばい、全然違う。カメラが、わかんない、みんな違う。なんかこう、エモっ。なるほどね。思い出がね、やばいよ。蘇ってくる。あ、リンちゃんかっこいいやん。わー、やばい、やべえ、やべえ。かわいい、すごい。おお、いいよ。やっぱ感動するわ。ちょっとね、なんかすごい泣けてきそう。ジーンってくるな。おい、歌詞がいいね、またね。すごい、かっこいい。うわー、なるほどね。ありがとうございます。
ありがとうございます。やばーす。すごい。いやもうありがとうございます。なんか見てる時に全部言い過ぎたな多分。いやね。すごい。でもなんか まさかだったくない。なんかメイキングとかさ、オーディション映像とか。なんかそれがちょっとこっちまでサプライズされる気になったね今ね。いやちんときちゃった。ね、そうだね。やばいね。道のり全部あったな。辿ってきたね。確かに。やっぱみんな髪型違かったね、やっぱそこだっばっかやな。違う印象で、やっぱ初めて会った時とかやっぱまだ役の髪型じゃないし、金髪とか、そこで髪長いよ、ね、そこしかないだろ、他に何があるんだ。なんかすごい自分の髪ばっか、ほらほら証拠映像、証拠映像。みんなね、こうオーディションでこう役に出会う前から役に出会ってこう馴染んできてるから逆に新鮮に見えるけど、いやそうだね、いやかっこいいな、みんなやっぱ顔美女いいな、みんな。いやいいね、うん、このでもこれいいよくない、一番最後めっちゃいい、好き、うん、そうだね、あと多分これブルームって呼ばれて俺らが振り返るんでしょ、多分そういうことだね。なるほどね、だからあの違和感のある撮影だった。あ、そうだね、すごい、なんかみんなでさ、そういうことか、これなんだ後ろからとか何、後ろからなんか振り向いてカッコつけてくださいって言われたんですよ。そうで、なんか別パターンも撮ろうみたいになってね、うん、いろんな方向から向くってやつやったけど、うん、結局これになってたことはそういうことだった。ブルームってブルームって呼んでくれたところに対して、いい顔してる、りんちゃんもいい顔してるよ。なんで俺言ったんだけど、ピンポイント嬉しいけど、嬉しいけど。そういうことか、ちゃんと見ないでくれよ。じゃあ逆に MV 撮影で、はい、ここだけはなんかすごい覚えてるなとか、うん、ここ大変だったなとか、ここ楽しかったなとかある人いる？あります。何？なんとですね、うん、この MV 撮影の前の日が僕たちライブだったんですよ。あ、でした。実はですよ、実はライブで時系列で言うとね、そうなんですよ、肉体的にはほぼ僕たちの肉体は滅んでる状態で、滅びてたね。カマゲンに侵略されてたね。カマゲンに侵略されてて、もう体に染み込んでる状態で MV 撮影したんで、もうすごいダンスもめちゃくちゃいい感じ、なんか仕上がりきってるとか、逆にあの日やってよかったのわかるのかな、気持ちがね、めちゃめちゃ感覚がね、つかめるからね。すごいよかった。でもなんだろう、こうそれこそ僕らが初めて会った日から、うん、もうついこの間じゃん、うん、約1年、まあ、365日っていう題名だけど、うわ、まだ分かんない、365日経ってないけど、うん、そうだね、この1年、どんな1年でしたか、みんな、ブルームに出会って、まあ、ブルームになって、そう、だからもう1年経ってる、まあ、振り返ればね、振り返ればね、濃密だったからね、いろいろやったけど、それこそ俺らはこれビューム初めてなわけじゃん、ね、でだから、泣きそうなんですよ。フミヤがなんか、やばいな、そう、ケイトもだけど、ミュージックビデオでなんかこういい顔して踊ってたりとか歌ってたりするのがなんかもううわーって思って、お父さんやパパ息子頑張ってくれてる、でもね、なんかそういう、ありがとうどこから目線だって話だけど、いや、もうめちゃくちゃ、俺めっちゃ気になるのあるんだけどさ、みんながさ、この MV 撮るときにさ、役ってかブルームっていうさ、ドラマの中のグループがあってさ、その中に僕らの役があるわけじゃん、うんうんうん、どっちで踊ってたのかなって思ってるんだ、なんかこう表情作りとか、あその役と自分があるわけじゃん、うん、多分すごいみんなも気になると思う、確かに俺が気になりすぎてちょっと聞きたい、役だった人、表情とかは役だった、役、うん、うん、中間ぐらい、パフォーマンスの時ってことだよね、だから全部ダンスこの MV のそうそうとか表情とか、なんかダンスは俺自分かも、そう、踊りの癖とかってさ、ちょっと難しいよね、ちょっと待って、あ、ちょっと待って、みんな、あの役の方、役って言った方がいいですかね、あ、どっちでもいいんで、ここも使ってください、役です、はい、僕は役です。それで役っていうのはどうですか、役じゃなくて濁っちゃう、僕役です、はい、間違いなくですよ、思ってて、ね、なんか俺とかダンだと、うんうん、どこなんだろうとか考えちゃう、ね、そこはでも話し合ってたもんね、実際にね、そうどっちで取ればいいんだろうとか、どんぐらいですかとか言って、うん、割合はどっち、程よさでやりましたけど、まあ、真ん中ぐらいみたいな感じ、確かに、でもなんかこう素の自分のこうオーディション映像もあるし、うん、なんかこう役に入ってるのもあるから、ね、かなんかちょっとこう新鮮だし不思議な感じもするけど、そう不思議な感じだったのよ、ミュージックビデオ撮影が、うん、なんか今までにない感覚だった、確かにね、そうだね、俺らのエラーだね、これは、エラー時代だね、ということだね、ごめん、合ってた、ちょっと
日本語でいい。あ、俺らの時代だねこれ。そうそうですね。一番ダサいパターンはエラって言ったやつも使われて時代って言ったやつも使われるのが一番ダサい。その通りですこれ。でここも使われるのが一番やばい、はい、今どんどん喋れば喋るほど喋んない喋んないじゃん。あんまりこう喋んない後期とかはさ一、うんうん、人でやってたわけじゃん結構、うん、ダンサーとして、うん、こうやってグループの MV はどう、うん、確かに。でもさっき役がどうとかって言うんだけど、うん、あんまりこう対峙してなくて役と自分が、うんうんうん、だからあんま何も考えずにやってたっていうのは正直ナチュラルに、うん、ナチュラルにやってたっていうのもあるから、うん、もう普通に楽しかったっていうわけ。なんだっけあのさコウキーのさ、寄り取っててさ、なんかケイトがさ、うわーって、あそこで、でも違うんですよ、今回、なかったです。あっ、ないですよ、ないですよ、ないですよ、違う、違うパターンがあるじゃん。じゃあ、俺らだけの宝物ってことってことは、宝物だけやばー静まり返るのやめようって。俺もついていけない。俺もついていけない。違うのよ。だからが最後「笑う」っていうところがあるのよ。そこの指が「笑う」をもうグッて笑って「笑う」ってやつだ。ああで寄り取ってる時にみんなで「うわめちゃくちゃいいね」って笑顔で最強だもん。めっちゃ楽しみにしてたら、うん、俺らの宝物。そう俺らの宝物それは。なるほどね。マジかいいなあ。さあまあ喋りたい時喋らせてもらいました、ね、ましたけども、そうですね、そろそろいかがですか。そろそろ、まあここでまあ僕が総評って言うんですか、なんかリーダーやっぱブルーミーの皆さんに、はい、一言、まあそうですね、なんだろう、まあ、まあ始まったなって思いましたね、うん、はい、なんかこうブルームとしての活動で、まあ、ライブとかもやってきて、うん、まあ、それこそ MV も、まあ、今ぼちぼち撮ってて、うん、でこうやってカムアゲインができて、うん、まあ、ファーストシングルっていう言葉をこう僕が日々口にするたびに、まあ、僕はこの1年間を相模団そしてブルームに捧げてきたなと思うんですよ、はい、だからまあこっから先もっともっといろんなアーティスト活動みたいなグループ活動があるけど、はい、まあ、本当にこの7人じゃなきゃありえないグループでしたし、うん、まあ、そんな瞬間をブルーミーの皆さんには全力で楽しんでいただきたいですし、はい、まあ、僕らなんつっても期間限定っていうパワーワードがついてるんで、うん、僕らはもうそこに集中して全力で皆さんを楽しませるように努力しますので、はい、ぜひ皆さんも全力で楽しんでください。はい、はい、はい、以上カマゲンの MV を初めて見てみたでした。はい、ありがとうブルーミー。見てねブルーミー。いらんことしたってこと。俺の締め言葉返してよ。